はい、マナブ18号です。やってきました、ヤフオクドーム。いや、初ですよ、初ね。まあ、新幹線乗ってやってきましたよ。まあね、昨日の動画で、まあ、九州、福岡自体がね、まあ、初って言ってましたけども、よくよくね、思い出したら、来たことありました。中学校の時に、修学旅行で、九州一周の旅をしまして、その時にね、フラッとね、多分ね、福岡も寄ったと思います。まあ、いかんせんね、まあ、学生時代、僕全く友達がね、いなかったんで、全然楽しくなかったんで、記憶から消してました。はい、来たことありました。もちろんね、ヤフオクドームは初めてですけども、今からね、行ってきますよ。去年はね、もう甲子園で、三立てされたところを見ましたんで、目の前で見ましたんで、今年は、まあ、1試合終わりましたんで、あと2試合ですけども、2試合とも、勝つつもりで、応援しますよ。それでは、行ってきます。はい、はい、ということで、ビジター席の、最上段に来ました。いや、景色がね、いや、めっちゃ綺麗ですよ。そしてね、なんと言っても、立ち応援ができるっていうのがね、いや、ほんまにね、最高。まあ、甲子園球場ではね、一応、まあ、してもいいんやけども、まあ、遠慮しながら、ダメなんかな、よう分からん、分かんないけども、ヤフオクドームビジター席ではね、立ち応援、みんな立ち応援なんでね、めっちゃ盛り上がります、ほんまに。間違ってて、本来の席に、行ってみたら、応援団の真後ろ、真下やったんですよ。すごい迫力。今も聞こえますか？この応援団の人たちの真下に座っています。通路をね、こうブラッとしてみたら、いや、めっちゃね、リラックスできるスペースがあって、なんか漫画喫茶みたいに、ドカベンの野球漫画とか、いっぱい置いてるんですよ。ホークスのプレイバック展、なんかね、昔のね、映像が流れてたりとか、ベースボールカードが置いてあったり、野球盤、昔の野球盤がね、置いてあったりしてね、めっちゃ楽しそうです。おしゃれな、パブもありますよ。いや、こんなんね、甲子園には絶対ない。いや、甲子園に似合わないからね。ということで、ちょっとね、席に戻ります。気迫のスイング、燃えろよ梅の、どうでかいアーチ。梅ちゃん最高。Why not?
ったり、阪神タイガース8対2で勝利しました。やったやりましたよ。梅ちゃんがツーランホームランと2点タイムリーヒット、そして、糸原選手と、原口選手のタイムリーヒットと、そして、なんと、上田海選手がプロ初ホームラン、おめでとうございます。おめでとう。いやほんまにね、ヤフオク、初遠征で梅ちゃんのね、地元での、明日も勝つ場合も聞けましたし、上田海選手の、プロ初ホームランも、見れましたし、いやほんまに運がいいね。ホークスの方はね、まあ、なんだかんだ点取ってましたね。まあ、その辺はね、まあ、各自で、調べてください。はい、ということで、まあね、去年ね甲子園で、ホークスに3連敗3立てされて、ホークスファンからね、弱い阪神にまた勝った、阪神電車で早く帰れてね、やじられて、あ、いや今日はねこっちの番ですよ。何電車で帰れようかな。あ、嘘やん、言わへんやね。阪神ファンはね心が広いからそんなん言いませんよね。うん、いや気分がいい、気分がいいんでそんなん言いませんね。いやほんまに最高の日、いやよかった、阪神ファンでよかったということで、明日もね、来ますんで、2連勝しましょうということで、美味しいもんでも食べて帰りまーす。では明日も